豊川市立牛久保小学校は愛知県豊川市牛久保町大手にある公立小学校。豊川市牛久保町にある1873年創立の伝統ある小学校である。児童数は389人、クラス数は14クラス。学校近くには JR 牛久保駅がある。牛久保駅構内と牛久保小学校の敷地内は かつての牛久保城の城域が含まれている。交渉は、この牛久保城主であった牧野氏の家紋にちなみ、三つ、柏の中に牛の字をあしらったものである。学校玄関脇には、牧野氏が定めたとされる、三周牛久保の壁所の城目にあることは礼儀連地ということ、何事にても根本ということを刻んだ石碑が置かれ、壁所の教えが公訓として今も受け継がれている。 また、校区内には、八幡神社、広期院の牧野重貞病、大正寺の今川義元墳墓、長瀬寺、山本寛介与発塚、熊野神社の天然記念物、牛久保のなぎの祈祷の史跡、記念物も、豊富にあり、密が氏わ学習と称して、牛久保城主牧野氏一族などをテーマに郷土についての学習を積極的に行っている。平成の世に、 城在戦場の四次を学ぶ戦国時代の牛久保、城主で江戸時代に越後長岡藩をもだった三河牧野市の家紋に由来、新潟、長岡、坂上省と交流へによると、両校校長官で話し合われ準備を進めている。また、2010年3月2日に行われた豊川市議会定例会の代表質問でこの件に関して取り上げられ、同志教育長が 全面的支援を回答した。ありがとうございます。